辻直隆7月15日隊は、日本の政治家、北海道北見市長、元北見市所こ地自治区長、北海道所郡所町出身、1976年、北海学園大学経済学部卒業、1976年5月北見市役所に入所、2006年5月同式核財政部参事、2007年9月同式企業局長、 2009年4月同志社会教育部長。2010年2月北見市議会事務局長。北見市役所を定年退職後、2013年4月北見市、所こ地自治区長に就任。2015年8月6日に桜田正人北見市長が自殺。桜田の死去に伴い同年9月27日に行われた北見市長選挙に自由民主党。 民主党、新党第一の推薦を受けて出馬し、他の新人候補者一人を抑えて初当選、北見市長に就任。2019年9月8日の市長選でも再選され、2006年の新北見市発足後初めて再選された市長となったは、旧北見市時代を含め3回当選しているが、新北見市での当選は1回のみ。現在二期目。2021年5月10日。 PCR 検査を受け、新型コロナウイルスの陽性が判明した。ありがとうございます。